皆さんこんにちは。どうもドラヘイです。皆さん儲かってますか？僕はね、一生懸命働いてね、つつましい収入ながら地道に暮らしております。今日はね、ちょっとの気になった話題があったので喋りたいと思います。池谷先生の新刊が売れてないということなんですよね。フォロワー65万人のインフルエンザーを紹介しようっていうか、応援しようっていうことでね、今日はね、その紹介をしていきたいと思います。タイトルはね、悪い大人にお金を騙し取られないっていうやつを池谷先生は出しているそうですね。主婦の友社より、ここね、こっちか、こっちで出版、発売しておりますと。読み上げますと、超有名インフルエンサー池田隼人さん、新刊、新しい投資案件を筆頭に、資産の防御方法を教えます。大切なお金を騙し取られるなっていうことですね。ところでね、下の赤い枠に注目してほしいんです。それとね、もう一つ注目してほしいところはね、この65万っていう真ん中の方のね、帯のところにちょっと注目していってほしいんです。そしてね、2月19日現在のこっちですね、現在の売り文句なんですよね。それがね、お金の勉強法、投資といった情報が厳しい現在の状況から目立つようになりました。しかし真っ先に知るべきは自分の大切なお金を騙し取られない知識です。 YouTube、Twitter、Voicy、トータルフォロワー65万人のインフルエンサー池田林が、悪い大人にも大切なお金を騙し取られない全知識を教えますあれ、なんかだいぶ変わってますね、内容が。さっきとね、見てみましょうか。帯がない。売り文句？売り文句どうした？帯がない。売り文句の帯文句がないですね。でね、先ほど言ったね、中段、赤い枠の中段のね、ネットワークビジネス、リボ払い、住宅ローン、マイカーローン、エフランク大学、ブラック企業とかってあるんですけどね。こちらにはそういった文言が一切ないんですよね。なんでなんでしょう。帯も外れていますね。売り文句どうしたんですか。主婦の友さんどうしたんでしょう。主婦の友さん、誤記が多いですよ。ところでね、Amazon の概要リンク欄に記載のプロフィールにね、多摩大学情報学部、情報学部非常勤講師も務めると書いてあったんですけど、過去に勤めていた場合、ね、勤めたとか、あと 何年当時っていうやつをやると思うんですけど、それがないんですよね。あたかも現職であるかのような語弊を招いておりますよね。しっかり マネジメントしてほしいですよね。そういった意味ではね、キャー先生はね、家庭すらマネジメントできない人が仕事をできるわけないだとかね、家庭すら、なんかこういうのをね、3時間とか何日かおきに言ってるんですよ。でね、池谷先生はね、片付けできない人をね、こう言ってるんです。片付けができない人ってね、お金についてもっと散らかってるんですよね。お金についてもとっ散らかってるんですよね。銀行口座が無駄に分散していたり、クレカが何枚もあったり、はやかし流れてるとか、無駄な保険に入ってる格安シムを使ってないとかって、そんでもって将来のお金が不安だとかって言ってるんですよね。なんか右の画像が気になりますね。ちょっと大きくしてみましょう。池谷先生、片付け、後ろは何なのかな？何なんでしょうね。どうも段ボールとかのゴミの山が溜まっているみたいですね。ということはですね、池谷先生ね、ゴミです。池谷先生自体がゴミのマネジメントをできてないんですよね。こちらはね、どうなんでしょうね。主婦の友さんがゴミなのか、池谷先生がゴミなのか、結果はすぐ分かることでしょう。多分ね、僕の予想だとね、1週間後には池谷先生が何かね、提言すると思います。このゴミについて、どちらがゴミか、みんなで見ていきましょう。それではね、皆さんね、気をつけてね、行きましょう。勉強しましょう。僕のような情報弱者にならないでください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。